ね、桑田の上に勝ってますね。まあ、この後も縮まる予定というか、縮まった方が面白くていいでしょうことになるとね、ジャイアンツもちょっと尻に火がつくかなっていう感じは受けますね。10で本人もその気になるでしょうし、はいはい、そしてアウトコースの球を素直に打ち返すという、はい、そういうバッティングで臨んでったらいいと思うんですけどもね。あ、まあ、前半はちょっと投手戦だと思うんですけどね、3点ぐらいじゃないでしょうかね。今日のゲームを見てましても、巨人どうもこのところ打線、特にクリーンナップバットが湿っております。ワンアウト、そういう人が塁に出て、けなしてるみたいな、動かせる点差なんですね、まだ微妙なところですけどね、まあ、感になりますね、一塁ですんだよね、はいはい、ノーアウトランナー二塁一塁が、ツーアウトランナー二塁、本当にその選手が動いてくんないとね、はい、どうしたって違うようになりますね。そうですね、いいんじゃないですか。そうですね、そうですよね、それでまあ、もちょっとベンチに戻ることと同じ歩き方なのか、僕は良くなってると思いますよ、良くなっている、はい、でもそうですよね、最近十分にいい数字が見られると思うんですよね、やっぱり俳優さんっていうとなんかすごいもうちょっと離れた存在ね、感じないんじゃないかと僕は思いますね。感じしたんですからありますからね、全部32人でした。両軍選手今ノズルまで行ってね、夜ね、ちょっとね、ちょっとね、山下公園とかあの辺だってきっといると思いますよ。売れてなくなってくると面白くなくなるっていうのはね、やっぱりあの控え室とかちょっと隣の部屋とかで、それはありますよね。まあ結果的には今年そトマシのセカンドに入るかもしれない。まあこれは初球を打ち上げた一塁へ、うん、そうだなと思うんですけどね、あとは何でもない、普段は捕まらないようなところで1、2、3、バッティングがいいから、ね、バッティングを、ね、このほったらかしてるのはもったいないと、ね、バッターのテンポも変える必要ないと思うんですけどもね、はい、キャッチャーの方がいろんな打ち方があっていいんだろうと思うんだけど、当然規格は弱いもんですけれども、ね、旗を全部こう見渡してると、はい、絶対そうだと思う。僕らは俳優学校みたいなところを経験してる、ね、そういう中で、ね、この入ってきた時のこれまで7本のヒットを放っているんですが、でも素質が出てないっていう時はないんですか。ない、入ってきた時にはないですか。大体、ね、外れもあるけれども、でも大体、そうですね、守っていきます、という形でもって見応えある攻防ですね、ここは。なんかありましたよね、あの生番組あったね、そうしましたが、なかなかこのスピード豊かに最後まで投げていますね。そうですね、もう最初から気持ちに乗ってましたね、今